はい、よろしくお願いします。 OKIO に愛を込めてと題して留年34が発表させていただきます。で、今日の資料なんですが、予約投稿がミスってなければすでに X にも流れていますので、ぜひそちらもご参照ください。今日の発表の一行まとめです。悩むなら一層 OKIO を入れていいんじゃないということです。今日の発表を通してですね、OKIO で処理を揃えようかなと思ってくださる方がいらっしゃれば幸いです。今日のアウトラインです。最初になんで OKIO を押すのかみたいな話をした後、実際に OKIO を入れるとどうなるのかみたいなところをご紹介させていただければと思います。突然ですが、私たちは Java から Kotlin へと言語を変えることで何を手に入れることができたのでしょうか。一つ目は私たちはヌルセーフティーを手に入れました。宣言を見るだけでヌルを取り得るのかが分かるのに加えて、ヌルなプロパティに、アクセスしようとすると ID から警告が出てハテナマークをつけないといけないと、プロパティに、安全にアクセスできるようになりました。私たちはイミュータビリティを手に入れました。代表的なものはリストとミュータブルリストです。ミュータブルリストは要素の追加削除ができますが、リストは要素の追加削除ができません。イミュータブルを優先とするというのは Kotlin の言語全体の API 設計の思想です。私たちはアンボックスドなプリミティブ型を手に入れました。一例では Java は整数型、Java の整数型を例にすると、プリミティブな int 型とボックスドなインテジャー型の2種類がありました。Kotlin ではヌルを取り得るかどうかでコンパイラーが判断してくるので、整数型は int 型のみになりました。結果、より堅牢な型システムというのを手に入れることができました。私たちは、ヌルセーフティ、イミュータビリティ、アンボックスドプリミティブタイプスの3つを大きく手に入れました。では、Java から Kotlin に移行することで、失ったものっていうのはないのでしょうか。Kotlin の公式サイトには 100% 互換と記載されています。本当でしょうか。KMP エコシステムが広がるにつれて、それは条件付きにどんどんなっていくというふうに私は思います。一例としてプリミティブな Kotlin 全体のコンセプトはイミュータビリティが挙げられますが、プリミティブなアレイ要素はその限りではありません。プリミティブなアレイはバルで宣言していても中の値が変更可能です。さらに堅牢な型システムになったがゆえに、ナンバーとプリミティブなアレイ要素の暗黙的型変換が失われるケースというのがあります。具体例は Java のバイト配列と Kotlin のバイトアレイです。この2つは同一のものとしてよく扱われることが多いですが、あるコンテキストでは取り扱いが異なります。例えばこんなことがコードがあるとしましょう。あるバイト配列の要素の1つを取り出して、if 文で分岐するというようなコードがあるとしましょう。Java では int と byte の暗黙的変換が行えるのに対して、 Kotlin では byte を int に変換するか int を byte に変換しないと判定ができません。このように Kotlin の byte アレイでは厳格に型を変換しないといけないケースというのが存在します。私は Java Kotlin その他というような形、C、Java、Kotlin というような形でプログラミング言語を学んできたので、 C 系のいわゆるオーソドックスな書き方っていうのができないところがちょっとモヤモヤとします。 Android の Jetpack も KMP 化が進んでいますが、私たちは KMP 化を行うにあたって何を失うのでしょうか。すごい簡潔に言うと、Java、うんちゃらかんちゃら API 系がまるっと使えません。JVM 以外で動くコトリンコードになるので当たり前っちゃ当たり前です。では Java API 系が使えないとどうなってしまうのでしょうか。いくつかあるとは思いますが、単純に言ってしまえば自前実装が必要になったり、実装自体が大変になるというパターンが増えることだと思います。でよくある具体例というのを見ていきましょう。一つ目はベース64です。Java Util Base 64はもちろん KMP では使用できません。そのため Expect Actual という特別な修飾子を使って自前実装を行うか、もしくは Kotlin 1.8 からエクスペリメンタルで追加されている Kotlin IO Encoding Base 64クラスを使うことが多いかと思います。で、Expect Actual は KMP 公式の Expect Actual 自体の説明にも使われている題材なのでオーソドックスかと思います。Kotlin IO Encoding Base 64のように、スタンダードライブラリに機能が拡張されている場合は自前実装でなくても良いわけです。
ただし、コトリン IO エンコーディングベース64はまだエクスペリメンタルで、プラットフォームごとの実装が分かれるのかどうかというのが確定していないので、使う際は注意が必要です。よくある題材2つ目です。Java Time API も KMP では使用できません。ではどうするかというと、コトリン X Date Time を導入しましょう。コトリン X Date Time は公式が開発している KMP 対応された日付系ライブラリーです。JVM は Java Time API にバックポートされて、コトリンネイティブでは C の実装にバックポートされています。このように公式ライブラリを導入することで解決するのであれば、まあ、それはそれで良いわけです。では3つ目です。Java.io のインプットストリーム、アウトプットストリーム、ファイルはないけれど、どうすればいいんでしょうか。そこで本日紹介するのが OKIO です。まあ、コトリン XIO という、ね、公式ライブラリもあるんですけど、ちょっとそれの話は後でやります。で、OKIO の紹介です。OKIO はブロック社、まあ、旧スクエア社ですね、キャッシュアップとか作っている会社です、が管理する OSS です。もともとは OKHTTP のソケット通信周りの一部として Java.io、Java.ni の NIO の取り回しを良くするために作られていました。同社の OSS である MOSI や RetroFit のコア部分も OKIO を使って実装されています。OKIO にはソースシンクとバッファーセグメントという2つのコアなインターフェースが存在しています。まずはソースとシンクについて説明をさせてください。ソースシンクはインプットストリーム、アウトプットストリームに対応する OKIO 独自のストリーム型です。KMP の通信ライブラリとしてデファクトなケイターとかは内部でチャンネルという名前で同様の実装をしていたりします。このインターフェースたちがピュアコトリンで実装されているので、インプットストリームとアウトプットストリームがない KMP でも使用ができます。その点が非常にありがたいわけです。次にバッファーとセグメントです。もともとは Java NIO バッファーの拡張を目的としたクラスでした。バッファーは実データのコンテナであるセグメントの循環リストで実装されているので可変調です。またデータの移動をセグメントの付け替えによって実現しているので安全にデータが追加できます。単にバイトアレイのインスタンスを新しく生成してコピーするよりも小コストで値を移動できるというような利点があります。インプットストリーム、アウトプットストリームがない KMP の世界でバイト配列のサイズを気にしないバイトアレイ実装というのが可能になるわけです。この点が非常にありがたい。またさらにセグメントの先ほど言った高効率なデータ移動という仕組みが、セグメントにはあると言いましたが KMP でも特性そのままなので、そこの点が非常にありがたいです。では次に実際にソースシンクとバッファーセグメントを具体的に使っているクラスたちを紹介させてください。まずはバイトストリング型です。バイトアレイではなくバイトストリングです。どんなクラスなのかというとエンコード処理付きバイトアレイと思ってもらえれば良いです。 HEX であったり UTF-8、Base64、Digest、Hash、HMAC などの処理がメソッド一つで行えます。コトリン 1.9 からバイトアレイに ToHex ストリングというメソッドが入っていますが OKI の場合はそれよりコトリン 1.9 より前から実装使うことができます。またバイトストリングの中で UTF-8 のみ特別でエンコードする際にメモリ上にエンコード後の値をキャッシュしてくれるので再エンコード時のパフォーマンスが非常に良いです。なぜ UTF-8 だけ特別扱いされているのかという話ですが OKIO 全体的に UTF-8 前提で作られています。これはもともと JVM 向けライブラリとして開発された経緯から来ています。Java ストリングが内部的に UTF-16 で文字列を扱う諸問題というのを一切考慮しなくてよくなるように UTF-8 前提で実装がされています。コトリンネイティブは POSIX API を直接触ってあれこれやる関係上 UTF-8 前提であれこれが組まれているというのは非常に噛み合いが良いわけです。さらに個人的には、個人的にいろいろなものを実装するときにブレイクポイントを貼ってデバッカーで止めてというよりかはデバッグプリント自体を仕込むことが多いんですがその際にもプリティなものを、フォーマットされた値というのを出してくれます。例えばサイズが0であればサイズ0だよとか、HEX が入っていれば HEX だよ UTF-8 が入っていれば UTF-8 が入っているよというような形でコンソールに流してくれます。まあ、すごいざっくりまとめるとバイトアレイの部分をバイトストリングで実装するだけであれこれ考慮が悩む箇所というのが減るわけです。次にファイルシステムとパスです。前提として JVM、まあ、Android だけでもファイルの取得操作というのはいろいろなやり方があります。
例えば、まあ、テストとかで、JVM オーソドックスな取り方としてクラスローダー経由で値を取ってきたり、もしくはファイルで直接パスを指定したりとか、じゃあディレクトリはどうなってるのかっていうと、まあ、テンプディレクトリがあったり、キャッシュディレクトリがあったり、 Android で言えばアセットディレクトリがあったり、さらにエクスターナルストレージがあったり、いろいろ考慮しなければいけない点があるわけです。ではこれらを KMP 対応させるとすると、他のプラットフォームはどうなっちゃうんでしょう。まあ、例えば iOS で言えば NS ファイルマネージャーがいたり、まあ、バンドル経由で値を取ってきたり、まあ、ディレクトリに関しても NS ホームディレクトリ取ってきたり、キャッシュディレクトリから取ってきたり、いろいろあるわけです。そこで、今回の OKI のファイルシステムと OKI のパスでの紹介したいです。導入をお勧めしたいです。これらはそれぞれもともと NIO ファイルシステムと NIO パスに対応しています。 JVM ではもともと JVM 側は JavaIO もしくは JavaNIO にバックポートされていて、ネイティブ側では POSIX API で直接操作するというような実装がなされています。加えて Android のアセットディレクトリや Node、WASM など各プラットフォーム専用の拡張も用意がされているので安心です。そもそもこの JVM でいうとこの JavaIO やネイティブの POSIX API みたいな部分のさらに上のインターフェースとして定義されているので、ユーザー独自のファイルシステムというのがお手軽に実装できるわけです。このおかげでテスタビリティも向上して、その点が非常にありがたいわけです。では紹介したバイトストリングとファイルシステムパスを使うとどれぐらい嬉しいことが実際にあるのかというのを実例でちょっとご紹介したいなと思います。バイトストリングは HS2 頃の JWS を作成するケース、ファイルシステムパスはコモンテストの共通リソースを参照するケースで紹介させてください。まずは JWS です。皆さんはこのようなドット区切りの長い文字列を開発中で見たことはない、見かけたことはないでしょうか。この文字列は、まあ、ヘッダー、ペイロード、シグネチャーと呼ばれるブロックをドットで結合したものです。でこれそれぞれは、ヘッダーの JSON ストリングをベース64URL エンコードして、ペイロードの JSON ストリングをベース64URL エンコードして、ヘッダーとペイロードをドットでくっつけたものを HMAX 社に頃取って、さらにベース 64URL エンコードして、最後ドットで全部くっつけるというようなものをすると JWS ができるわけです。じゃあこれを KMP で実装するとしたらどんな実装が必要になるでしょうか。一つ目にベース64実装をどうにかしないといけません。もちろん Java、Util ベース64は使えないので。次に HMAX 社に頃をどうにかしないといけません。JavaX Script API ももちろん使えませんから。コモンコードはこんな感じになるはずです。ちょっと小さいんですが、まあ、内容としてはベース 64URL を返却する関数と HMAX 社に頃を返す関数をそれぞれエクスペクトアクチュアルで宣言して、それらをガッチャンコする、メソッドの3つになるはずです。 JVM の実装は JavaIO、JavaX Script をそれぞれ呼び出す、まあ、普通の実装、 JVM の普通の実装になると思います。ではコトリンネイティブではどうなるでしょうか。まあ、ちょっともう小さいんですが、コトリンネイティブでは NS データのベース64エンコードと、コモンクリプトの CCHMAC というクラスを使って HMAC 社に頃を実現することになります。まあ、見てもらえば分かる通り大変かなとのが分かるかと思います。さらにプラットフォーム分が増えればその分だけ、そのプラットフォーム独自のあれこれを実装しなきゃいけないというのが大変になるわけです。では OKIO を使って実装した場合どうなるでしょうか。 OKIO で実装したコードです。コモンコードにこれだけで JWS 作成っていうのができるようなメソッドが作れます。まあ、細かい内容は、後で資料を見てもらえると嬉しいんですが、まあ、単純に簡潔に実装できているというのが、ここからも伝わるかと思います。 OKIO を使うと、まあ、コモンコードだけで実装できる範囲っていうのが広がる。まああとこれは個人的ですけどプリントデバッグもしやすくなって非常にありがたいわけです。次はファイルシステムとパスを見ていきましょう。今回はコモンテストリソーシズにテストのフィクスチャーとして使う JSON やプロトファイルを置いてるみたいなケースを想定して説明させてください。実はコモンテスト実行時にはリソース配下にアクセスするのは、テストコードの実行環境を考慮したプラットフォームごとの配慮というのが必要になります。何を言ってるのかというと、JVM 上で動作させる Android ユニットテストと、シミュレーター上で動作する iOS テストの違いというのを簡単に表にまとめてきました。左から Android ユニットテストはカレントディレクトリがプロジェクトルートになるのに対して iOS テストではシミュレーターのデータディレクトリになります。次にリソースディレクトリを比べるとクラスローダー経由で
取得するリソースというのはコモンテスト配下ではなく Android ユニットテストリソーシズ配下になります。合わせて iOS ではテストの実行バイナリが置かれているところがリソースディレクトリになるわけです。まあ、見てもらっている通り iOS も Android もバラバラになっていて大変ですよという話なんですが、じゃあそれをどうするかというと、グレードルタスクを作って、コモンテストリソーシズ配下のファイルたちを先ほどの表のリソースのところに無理やりコピーするみたいなのもありますが、今回は、オリジナルを直接参照できるようにファイル自体をバイトアレで取得するエクスペクトアクチュアルファンクションを用意してあげましょう。まあ、実装するとこんな感じになるわけです。まあ、でもこのような実装ではファイル決め打ちではもちろん取れるんですけど、ファイルの一覧を取ったり、まあ、削除したりすることはもちろんできません。なので OKIO のパスを返却するエクスペクトアクチュアルを作成してあげましょう。見栄え的に大きく変わることはないですが、まあ、パスに対してドット2つで親ディレクトリにも上っていたとかそういうスペシフィックなものがなくなってメソッドで呼べるようになっているというのがわかるかと思います。エクスペクトアクチュアルをつく、このようなエクスペクトアクチュアルを使ってあげると OKIO のファイルシステムクラスを使って、まあ、ファイル一覧を作ったり、個別に取得したりというのが容易にできるようになるわけです。OKIO のファイルシステムとパスを使うことで、拡張性高くリソースを読み込めるようになりました。今回はテストコードでの例を挙げましたが、テストコード以外の実装でも同様にファイルシステムとパスを使うことで、汎用性が高い KMP コードが実現できるようになります。では後回しにしたコトリン XIO のお話です。今回の発表中、私は公式ライブラリを導入することで解決するのであればそれで良いというようなお話をしました。じゃあ IO 周りの公式ライブラリはないのという話になります。まあ、答えから言うとあるんですね。で、コトリン XIO という名前で開発が進められています。しばらく開発が止まっていたんですが、1年ほど前ぐらいから開発が再開されているエクスペリメンタルなライブラリです。基本コンセプトは OKIO をオマージュされていて、ソースシンクバッファーセグメントバイトストリングという、まあ、先ほど説明したようなもので構成されています。現在は独自実装がなされているケーターの IO 部分もこのライブラリに置き換わっていくようです。もう完全に余談にはなりますが、まあ、去年、自分がコトリン XIO の開発再開に気づいたのがちょうど1年ぐらい前でした。 OKIO のバイトストリングにあったベース64やハッシュ関数等の実装はコトリン XIO のバイトストリングにはありません。またもともと OKIO が JVM 拡張として開発された関係で JVM のみに存在しているサイファーストリームとか Java スペシフィックな API っていうのはコトリン XIO には存在しません。また OKIO ではインターフェースとして実装されているファイルシステムがコトリン XIO ではシールドインターフェースとして実装されています。そのため独自のファイルシステムを作るのが、まあ、ちょっと面倒です。ただいい点もあって、ファイルシステムの実装部分というのはプラットフォームスペシフィックな API を使って実装されるようになっています。 iOS を例にすると OKIO では POSIX API で直接やっていたものがコトリン XIO では NS ファイルマネージャーを使ってファイル操作をしたりするようになっています。最後にまとめです。全般を通して KMP は IO が苦手です。OKIO を使うと文字エンコードバイト配列操作に悩む場面が確実に減ると思います。公式でコトリン XIO も開発していますが、独自ファイルシステムを作れなかったり、まあ、多少難があるので、ツール等ではコトリン XIO で全然良いと思いますが、まあ、実際にアプリにファイル操作の機能として組み込む場合は OKIO を個人的にお勧めします。最後に自己紹介です。リュウネン34という ID でいろいろやってたりします。コトリンカンフ2024で配られたコディン君のぬくるみが欲しいです。では最後に OKIO に愛を込めてということで、リュウネン34でした。ありがとうございました。